しょ。めくるぞ。助かって。ミオネ、大変だ。百鬼丸が鬼神退治に行っちまった。え、ドロロが追いかけていった。ぬか喜びかまったく、オイラに黙っていくなんてひでえよ。姉ちゃんも心配してるぞ。まあ、足が戻ってよかったな。どうした兄貴。残党がいないか確かめろ。なんだよこれ。こういうことだよ。なんだお前、こいつらの仲間か。この女は先般我が陣にいかがわしい商売をしに来たが、昨夜堺の陣に入るのが目撃された。密偵の疑いありとして早急に処分されたのじゃ。姉ちゃん、さっき話せ、バカ野郎。お前らなんで、なんで。その取り乱しよう、やはり仲間か。姉ちゃん、しっかり。タケ。かいはすんで。姉ちゃん。のひと。あっ、きれい。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。助けてくれ。頼む、助けて。やめろ兄貴、やめてくれ。ダメだ、鬼になっちゃダメだ。頼むよ兄貴。兄貴、姉ちゃんが持ってたんだ。種もみだ。ちゃんと侍から取り戻したんだよ。田んぼを作るために。姉ちゃんは負けてねえ。兄貴も負けないでくれよ。頼むよ。
みほほら、赤い花摘んで、あの人にあげよう、あの人の